そんなわけで今日はちょっとその編み物ニットで紐って、まあ簡単のようであんまりなんかやる機会もないので、ちょっとやろうかなって思います。最初にかぎ針編みの簡単な紐ですね。本当に別にすごい簡単な紐なんで、一番簡単なのは普通に鎖編みですよね。鎖編み。こういうね。一番紐で簡単なのは鎖編みかなって思うんですけど、鎖編みだと若干ちょっと細い、もうちょっと太くしたいなっていう場合は、この鎖の裏側に、こっちが表ですね。で、こっち裏側。裏側は裏山って言って、こう真ん中にこうポチッとしてるのがあるんですけど、ここにずっと引き抜きをしていくと、もうちょっと太い紐ができます。で、その紐を作る時に、こう一番最初の一目目ですね、一目目の裏側、ここから別に拾っても、拾える人は拾ってもらってもいいですし、結構ここ糸が細かったりすると拾いにくいので、もう2番目ここから拾っていってもいいかなって思います。そうするとここを拾って、で、よいしょ。ここに引き抜きを1個ずつしていきますね。なんかね、編んでる時はね、すごい喋りにくいですよね。よいしょ。どうしてもね、無言になりがちです。私はなんかこれ引き抜きの紐作る時は割とこう入れて抜くときに、こう下をこう引っ張りながら編むことが多いです。こんな感じかな。ちょっとね、どうしても私ちょっと歪んじゃうんですよね。よいしょ。カメラ見ながらやってるんで、ちょっとやりにくい。こんな感じですね。ちょっと切っちゃいますね。手元が見えない。よいしょ。こんな感じです。これが鎖編みの作り目に引き抜きをしたものです。で、作品作る時とかは割とその鎖の作り目を1号太くっていうのがあるんですけど、今これは同じ号数でやっています。ちょっとこれがこう同じ号数でやってるせいか、こっち側作り目で、今右側の方が、あ、ごめんなさいね。右側の方が後からこっちですね、編んでるんですけど、やっぱりちょっとこっちの作り目の方がちょっとつれ気味になるので、見えますかね？ちょっとこう、こっちにこう、キュッて曲がっちゃう。これがまあ、可愛いっちゃ可愛いんですけど、それがやっぱり気になる人は、作り目は一つ大きい号数で、で、引き抜きする方は、一つ小さいコースでやると、もうちょっとまっすぐになるかなと思います。例えばこっち、作り目の方を6号でやった場合、こっちの引き抜きの方ですね、こっちは5号でやるとか、するともうちょっとまっすぐになるんじゃないかなって思います。これが一つのやり方ですね。で、もう一つやるのが、スレッドコードっていうコードなんですけど、これもかぎ針編みで、一番最初に作り目する糸の、例えばですね、これぐらいの、ちょっぴり、今5センチぐらいかな。これぐらいの作るとすると、糸端を3倍の15センチ。これでいくと、よいしょよいしょよいしょ。これぐらいですね。3倍。残して、ここに鎖をまず作りますね。はい。そしたらこっちの残した方の糸をかけて引き抜きます。で、かけて、よいしょ、引き抜きます。
かけて、手前からかけて引き抜く、手前からかけて引き抜く、こういう紐の作り方もあります。でこれもこのかける方をちょっと緩めにした方がまっすぐになるかなって思います。こっちのかける方をきつくこのギュってやっちゃうとこっち側がねちょっとつれてきます。なのでこっちはちょっとかける方はゆるっとかけて引き抜く、ゆるっとかけて引き抜く。でこれのいいところは作り目をしないので、ただひたすらに好きな長さになるまで編んでいけばいいっていう結構楽ちんな感じです。こんな感じですね。なんか皆さんすいません、夜にありがとうございます。こんな感じですね。これがスレッドコードっていうコードの作り方になります。でこれだとこっちからずっとやっていくので好きなだけやっていけばいいっていう。でさっきやった引き抜きのこっちの作り目に、鎖の作り目に引き抜きをしていくっていうこれですね、コードの方が若干ね太いです。見えますかね、若干太いで、下が今やったこれスレッドコードなんですけど、こっちの方がちょっと細いです。引き抜いた方がちょっと太いです。でこっちの引き抜いて作っていく方は裏山を一つ一つ拾っていくので非常にめんどくさいですよね。ちょっと小さい声になるけど作り目からとにかく裏山を拾っていくっていうのが本当にめんどくさくて、私はすごく好きじゃないんですけどこういっちゃなんなんだけど、あれちょっと嫌なんですよね。なのでそれがちょっとめんどくさいと思う方はこっちのスレッドコードをおすすめします。はい。であとやっぱりその作り目をこれぐらいの長さかなと思って作り目をして引き抜きしていくと若干短くなりますっていうこともあるので、やっぱりぴったりの長さにしたいとかっていうことがあればこっちのスレッドコードの方がちょっと楽かなっていうふうに思います。はい。でスレッドコードはちょっともうちょっと面白いやり方があって、ですね2色でやるっていうこともできるんですよね。よいしょ、ちょっとピンクと水色でやります。2色で、でまあ、引き抜きも2色でできるっちゃできるんですけど同じですね。でこの場合2色でやるときはこっちのピンクの方をかけていく方にしようと思うので、まずこっちは普通に、こっちは残さずに、ね、鎖を編んでピンクの方をかけて、こんな感じでね、かけて引き抜きますね。でピンクをかけてゆるっとかけて引き抜く、ゆるっとかけてよいしょ引き抜く、ゆるっとかけて引き抜く、ゆるっとかけてよいしょ引き抜くっていう、こんな感じでやっていくとこう配色の紐ができます。こんな感じですね。でこれはこっちがこう鎖編みの方になってるんですけど、ピンクの方はこう1本だけ、ちょっとだけですね、ちょっとだけっていうのができます。こういうこともできますね。もちろん全然さっきの作り目に拾ってって引き抜きしながらっていうやつも別にできるんですけどまあこれでも2色っていうのができます。あとスレッドコードでいいなって思うのは、こういう
こういうね、なんかね、これちょっと変わった糸なんですけど、見えますかね。あ、白に白だから見えづらいか。これね、ちょっとこういう糸で、これはね、輸入紙のカティアっていうメーカーさんのモンテカルロっていう糸で、東京の浅草橋のケイトさんでちょっと購入したものです。あまりに可愛くて使えなくて取ってあるっていう、いつ使うんだろうみたいな糸なんですけど、これとかを、あ、見えるかな、ちょっと見づらいね。こうね、鎖編みしていこうとすると、鎖編みはできるんですけど、二重鎖非常にしづらいですよね。なので、そういう時に、あ、これでやっちゃった、ちょっと残しといて、間違った、棒針だった、こうね、かぎ針の、こんな糸でやろうと、紐作ろうと思う人いないかもだけど、かけて抜く、これでちょっとね、紐できるんですよ。ちょっと太めの紐が、こういう感じでね。ちょっとね、こんなね、なんかね、高級な糸でね、紐作ろうっていう人がいるかどうかっていうことはあるんだけども、これじゃなかったとしても、ちょっと変わった、あら、ちょっと変わった形状の糸とか、太さが違うとか、なかなかちょっといろいろ使えるんじゃないかなって思います。こんな感じでね、こんな感じで、ちょっとこんなしっかりした紐ができます。なんで、例えばそのさっきの水色とピンクで2色でやったんですけど、あれとかも、あ、絡まった、これでね、やっても可愛いかなって思います。はい、あとなんかあるかな、そんな感じですかね。かぎ針はなんとなくこんな感じです。あ、2色可愛いです、ありがとうございます。2色可愛いんですよ。なんかね、同じ分量で2色になってもいいんだけど、こうね、ちょっとだけっていうのも結構可愛いかなって思います。だからさっきのやつを、この水色とこのね、こういうちょっと変わった糸とかで、ね、こういう糸とかでやっても結構可愛い紐ができるかなって思います。そうすると、こっちの糸いっぱい使わなくて済むので、はい、いいかな。じゃあ次はですね、棒針の紐をやりますね。まあ、かぎ針の紐もやろうと思えばもう全然いろいろできるんですけど、今日は簡単なところで。で、棒針の紐は、まあ、知ってる人は知っているアイコードっていうコードなんですけど、アイコードですね。この玉がついて、今玉がついてないやつでやりますね。玉がついててもできるので、またそれはそれで説明します。最初に、作り目をちょっと3目で、紐作りますね。はい、で、これで作ったら、そのままスライドして、これを、よいしょ、あ、表編みします。表編みしたら、これをまたそのままシューッとスライドさせて、これをまた表3目、よいしょ、3目編みますね。そしたらまたスライドして、でもこれの繰り返しです。表を、で、これがその3目じゃなくても4目とか5目ぐらいまでですかね。私3目ぐらいしかやったことないんですけど、多分5目ぐらいまでいけるんじゃないかなって思うんですけど、これをひたすらこんな感じでやっています。
で、私今ちょっと単針で短いね針でやってるんですけど、これが長い針でも全然できるし、弁当ちょっと大変かもだけど輪針でも全然こうスライドできます。これね、それでまあ長い針とか輪針でスライドさせるのはちょっと面倒くさいじゃないですか。で、単針あんまり持ってる人もいないと思うんで、で両側が玉がついてる場合は、いやついてなくてもだけど、でここまで来たら戻す、左の針に戻します。はい、そしたらまたここ右から1、2、3で編んで戻す、よいしょ、戻す、また編むっていう感じで、あ、ちょっとこれがピコピコして見づらいね、よいしょ、編んだら戻す、左に移すか、移してまた表編み、ひたすらこれで、あ、ちょっと割れちゃってる、大丈夫か、ひたすらこれですね。で、ひたすらこれで編んでいくと、でちょっと引っ張ってあげてもらって、そうするとこんな感じで、ね、ほらぐるぐるっと、見えるかな、ほらぐるーっとしても紐全部こう鎖の目みたいなのが、結構綺麗な感じに紐できます。はい、で端先最初のところもこうキュッキュッってやると結構綺麗な感じになるので、指で作る作り目でも大丈夫です。で最後はここを切りますね。針どこ行ったかな、針用意してなかった、針どれが入るかな、入るかな、ちょっと糸がね太いんで、みんなやれる、これこれやると結構びっくりされる糸の入れ方ね。したらこれはから、こっちかなんかいいね、すいませんでした、これ最初の1の方からですね、右から入れてもらってキュッとしてもらって、気になるようだったらもう一回通してもらって、こんな感じですね。紐でこれはなんかアイコードっていう名前の紐です。はい、これ結構海外のパターンとか見て、ショールとかやってるとこれを縁に編んでたりとかするんですよね。ショールの本体がこうこっち側にこうあって、それに続けてこの縁、アイコードの縁っていうやり方があって、結構綺麗にそれもできてて、わ、なんかすごい面白い編み方だなって思ったりして、はい、なんかなかなか海外のパターンとかもやってみると日本のものと全然違う面白さをすごく感じるので、まあ、皆さんやってる方いらっしゃるかもですけど、ぜひぜひやってみてください。はい、どうでしょうか、なんかあります、さっきのこれちょっとやってみましょうか、この変わった糸の端がわからない糸端、これね、これとこれのね、ちょっと見といてもらえますか、これ。このひね、ひろひろのこの糸使ってやりますね。で、これをかけますね、手前からかけます。かけてよいしょ、かけて引き抜く、
よいしょ。かけて、よいしょ。引き抜く。ちょっと違った異素材のものとかもやったら面白いかなっていう。そうするとこんな感じですね。ちょっとこういう、見えるかな。ちょっとこんな感じで、紐なんだけど、ちょっと変わった感じの糸が入ってるっていう、どうですかね。こんな紐もできます。はいはい、はい、じゃあなんかあのリクエストとか、私は主にツイッターの中にいますけど、インスタの方でも適当にあのどこかにあの、そうですね、多分アーカイブを残すと思うので、次こんなのやってほしいですとか、そういうのがあったらあのぜひ、コメントとかそういうご質問いただければ、それに合わせてやりたいと思いますので、また次回よろしくお願いいたします。では失礼します。さようなら。おやすみなさい。